国領神社は、東京都調布市国領町一丁目に鎮座する神社。陶器場の宗教法人名称は新事体を用いた国領神社。また、境内に古神木の千年の富士があることから、千年の富士のお宮とも呼ばれており、この富士の木は、調布八景の一つに数えられている。主催神は、神結び神。廃祭神として、アマテラス王御 竹葉や須の王の命を祀る。当社は、古く玉川のほとりに鎮座していた第六天社と、神明社の二社を行使し、国領神社と総称される神社である。元の二社については、共に創建年代が不明となっている。また、宇治この地域は、国領町、薬雲台、染め地に及んでいる。第六天社の有秀第六天社は、鎌倉時代の頃、 玉川のほとりの杉森の地に鎮座していた。薬師如来の守護神たる十二神将の中の第六番目に位いする第六天神を祭り、薬師寺の管理下に置かれていたが、官営十七年頃に、常世寺が街道筋に移るに際して、共に国領町百八十四番地へ遷座した。この遷座は度重なる洪水のために行われたもので、以降は国領の鎮守者となった。 その後、明治の神仏分離によって同時から分離され、明治4年10月には孫社に、列格、さらに同8年に、国領神社へと改称し、祭神を神結び人とした。神明社の由緒神明社もかつては、玉川のほとりの杉森の地に鎮座し、八雲神明社、または鎮座地にちなんで杉森神明社とも呼ばれていた。小木久保、小川、 小林等の一族が、鎌倉よりこの地に移住し創建したと伝えられる。祭人は、当初、竹葉や須のおの命の実を祭り、第六天社と同様に、薬師寺の管理下に置かれていたが、寛永17年の同時移転に合わせて国領庁182番地へ、先座、明治42年11月17日に、アマテラス大御家の神礼を迎えて合祀した。両者の合祀。 社殿の造営旧、国領神社の境内地近辺にて、都営住宅の建築計画が持ち上がり、やむなく同社の土地を移譲することとなった。このため、昭和38年10月12日には、新名社の土地に旧国領神社を迎え、新たな社殿を造営した上で両社を合資し、社名については、国領神社を受け継いでいる。藤の木は2本の電柱のてっぺんまで伸びている。 伝術の神明者が当地に潜座した際の寛永17年にはこの藤の木はすでに存在しており、樹齢400から500年とも言われている。当地の人々により、古くから異形の念を込めて、千年の富士と呼ばれ、長い歳月を経て今もなおよく伸びて茂るため、延命や子孫繁栄などのご利益があるとされている。以前は大きな欅の木に絡まり現在の、 甲州街道の型まで伸びていたが、落雷により毛が枯れ倒木の恐れも出てきたため、それに変わるものとして昭和47年4月に高さ約12メートルの電柱が2本と高さ約4メートル、面積約400平方メートルに及ぶ鉄骨製の藤棚を作った。現在では藤の木が電柱のてっぺんまで伸び、そこから下って藤棚の一面に広がっている。 藤の花は4月下旬5月上旬の頃に開花し、当社の境内が一面薄紫色に染まり、藤の花の香りが境内のみならず、近隣にも広がる。この光景は、長不八景の一つに数えられている。犬市でのご神徳かつては境内に、根本から二股に分かれた犬市での老木があり、二股をまたぐと子宝に恵まれるとも言われていた。しかし、台風により、倒木し、 根元の保存にも努めたが口で減損しない。この子宝の恵みの御神徳については、千年の富士に合祀され現在も受け継がれている。境内社と社社殿脇にある抹社鎮座地には、以下の稲荷神社の石祠ら二つが並んで祀られている。共に、昭和38年の旧国領神社移転の際に、境内地に遷座されたものである。境外社境外の抹社として、 以下の稲荷神社が存在する。当社は、甲州街道沿いに面している。公共交通機関。ありがとうございます。